おはようございます。はい、おはよう。やっぱり平日の映画館は落ち着くわ。ですね、最近休日は結構混んでますからね。まあみんなが映画を見るようになるのは嬉しいけど。どこから目線なんですかそれ。で、今日は何を？これ。おっと、予告編見たことあります。あれですよね、アダムドライバーが6500万年前の地球にタイムスリップするやつと思うじゃん。え、いきなり来た。じゃあとりあえずあらすじ言っとく。お願いします。アダムドライバー演じる主人公ミルズは宇宙船のパイロット。ふんふん。彼は病気の娘の治療費を稼ぐために2年間の宇宙航行の仕事に就く。おお、出稼ぎだ。ところがその航路上に未知の小惑星帯が出現し、宇宙船にぶつかってしまう。そして航路を外れた船は近くの惑星に不時着。あちゃー。というか船体は前後で真っ二つになるわ。ホールドスリープしてた乗客たちのカプセルもバラバラに散らばるわ。ほぼ墜落と言っていい感じの損傷具合。よく主人公生きてましたね。まあ死んだらそこで映画終わっちゃうし。いや、そうですけど。それでもなんとか電源を復旧して付近に散らばった乗客のカプセルを探すと一人だけ生きているのが判明。おお、マジか。さらにこの星の大気は呼吸可能と分かり、生存者を助けに行く。ワクワク。で、どうにかカプセルまでたどり着き、中にいたコアという女の子を救出。気を失ったままの彼女を担いで船に戻る途中に、はい、巨大な爬虫類の足跡を発見。出たー。慌てて船に戻ってコアを寝かせ、さらに周囲を探索するミルズ。すると遠くの山の上に光る物体を発見。携帯センサーで確認すると折れた船体の後ろ半分と判明。ほうほう。その部分には脱出船が格納されてるので、そこまでコアを連れて移動することにするミルズ。しかし気がついた彼女に説明しようとするも、喋ってる言語が違って会話にならない。おいおい。それでも身振り手振りでなんとか納得させ出発する2人。こうして獰猛な恐竜が生息する森でのサバイバルが始まるのだったってお話。いや、脱出者としてはまあ面白そうですけど、肝心のタイムスリップはどうするんです？脱出できても未来には帰れないですよね。それがね。はい。ネタバレっちゃネタバレになるんだけど。おっと。このはい、つまりって話。なんだって。いや、それって、まあ私もそう来たかって思った。あの、根本的な疑問言っていいですか？何それ。そこまでして恐竜出す意味あるんですか？普通に他の惑星でサバイバルする話でもいいような気が。多分だけど。はい。この映画のコンセプトはアダムドライバーが恐竜と戯れる様を鑑賞するだと思う。はい。というかアダムドライバーを楽しむ映画ね、これは。言ってる意味がわからないんですが。この主人公のミルズは普通のパイロットなわけよ。一応サバイバルの訓練は受けてるみたいだけど、ハリウッド的完璧超人ではないわけ。なので真面目にこういろいろ頑張るんだけど、いまいち決まらない。というかコアちゃんの方がしっかりしてる部分もあるくらい。ダメダメじゃないですか。だがそこがいい。はい。そんなところに未知の惑星のクリーチャーとか出てきたら、そっちに意識いっちゃうからね。恐竜はいてくらいがちょうどいいのよ。はあ。じゃあゆかりさん的には。嫌いじゃないわね。あら、てっきり好きくらいは行くかと思いましたが。今言ったようにアダムドライバーを楽しむための映画だからね。一応恐竜だらけの森を突っ切るサバイバルものに、追加で地球に巨大隕石が落ちてくるタイムリミット要素が加わって盛り上がるんだけど、最近の2時間超えするようなハリウッド的超大作ではないのよね。ああ、上映時間93分ですしね。だからそういうのを期待していくと肩透かしになるかもってこと。なるほど。まあでもその分気楽に見れるっちゃ見れるかな。じゃあ見てみます。はい、行ってらっしゃい。